ーカーに水を 400ml 入れます。 20g の放射を少しずつ入れて溶かします。放射がわずかに溶け残るくらいになったら、しばらく放置し、溶け残りを完全に沈ませます。プラスチックコップに水を入れて印をつけます。プラスチックコップの水を紙コップに移して印をつけます。印をつけて乾かしたプラスチックコップに PVA のりを印まで入れます。水を捨て、乾かした紙コップに印までポットのお湯を入れます。紙コップに好きな色の水性絵の具を入れて溶かします。プラスチックコップに絵の具を溶かしたお湯を入れてしっかり混ぜます。スポイトの 2ml の線まで放射の飽和水溶液を取ります。PVA のりにスポイトで 2ml の水溶液を4回入れ、割り箸でよくかき混ぜます。かき混ぜていると割り箸にネバネバしたものが少しずつ絡みついてきます。まとまりが悪いときは放射を足します。さらによくかき混ぜ、全体がまとまってきたら割り箸を取り、しばらく放置しておきます。プラスチックコップの中から取り出し、よく揉みます。だんだんまとまってくれば完成です。柔らかすぎる場合はスポイトで水溶液を 1、2 滴かけてよく揉みます。硬すぎる場合は手に水をつけてよく揉むと柔らかくなります。スライムを両手で勢いよく引っ張り、ちぎれることを確認します。スライムを両手でゆっくり引っ張り、よく伸びることを確認します。スライムを握って形を変えても、しばらくすると元に戻ることを確認します。スライムをそのまま机の上に置いておくと、だんだん広がっていくことを確認します。プラスチックコップにスライムを蓋のようにかぶせます。スライムがコップの側面に沿いながら下の方に向かって動いていることを確認します。プラスチックコップにスライムを入れ、ビー玉、鉄球、発泡スチロール球、割り箸を上に置きます。密度の大きいものほど沈むのが早く、小さいものは沈まないことを確認します。牛乳パックを適当な大きさに切ります。牛乳パックの内側に水性ペンで絵や文字を書きます。スライムを牛乳パックの上に置いて押し付けます。絵や文字が写っていることを確認し、紙に写ることを確認します。